すごい。いい香り。いただきます。ビールお姉さん、古賀ありさのビアフライトの時間。シチューを買いました。長い。持って帰るのが大変。ついでにホッピーなビールも買いました。今日は庭作業します。ぐんぐん伸びてます。思ったようにピンと張れない。全然思ったように網張れないんですけど、とりあえずサクッとできたんで、ホットをめでながら。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。美味しい。一瞬で汗だく。前もらってたこれ乾燥ホップです。あ、違う、これフレッシュホップを冷凍したんだ。そうだそうだ、積み立てのやつをそのまま冷凍してたやつ、これをねビールに浮かべて飲むとね、またねフレッシュな香りと苦味がね感じられるんですよ。苦味は出ないかな、苦味も出るか。ついて、はあ、もうこれだけでも十分すごい。これホッピーなビールだな。ほらホップの絵が描いてあるんでしょ。でここにこのホップをちぎって浮かべるんです。もみもみしてホップを開けるとね、中にねこの黄色い粒が入ってるんですけど、真ん中これがね苦味と香りの成分、ルプリンって言います。すごい、こんな感じ。ではホップマシマシのビールいただきます。苦味が増して美味しい。ここでねチラって今日もホップ元気だなって外見ながら飲んでます。おつまみないかなと思って物色してたら缶つまがいっぱいあった。めっちゃ昼間から飲んで缶詰食べてる。しめじ缶つま、アンチョビペーストとニンニクチップとバニラ唐辛子とスパイスを使いました。できた。なんか勢いで作っちゃったけど、いい香り。いただきます。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。
あ、こわこわ。あー、残ったホップ美味しい。来年はこのビールに自分で育てたホップを浮かべられるようにしっかり育てていきます、うん、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。グリーンカーテンとかって皆さん作ったことありますか？あのね、ネットがねうまく貼れない全然コツを教えてください。家庭菜園ベテランっていう方ぜひコツを教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。